いいいつも亀チャンネルをごご覧いただきありがとうございますこちら見ていただいている映像は、えー、今朝撮ったものですけれども先週ジャングル化してたビオトープをきれいにしたものですだいぶすっきりしていい感じになってきてますが、えー、これからも浮草の掃除と ちょこちょここやっってていいきたいと思ってますこちらの容器は室内で育ててる稚魚用の容器です結構長く入れてるんですけどご覧いただいている通りあまり体格がよくないですね去年初めて えー、稚魚を育て出したんですけどやはり外に比べると室内で育てる方が成長が遅いように感じますこちらはちなみにあの餌はですね粉餌を与えていますこちらは先週作った稚魚用のビオトープです こちらは外管理になります。1週間しか経ってないんですけど、この通り結構いい体格になってきてます。そしてえっと餌なんですけど、えー、粉餌は与えてません。こちらはですね、えっと外飼育で、えー、餌を粉餌を与えずに。 やってみてみいますでは何をこの子たちは食べてるかというとですね実は今隣に置いてるんですけど容器碑の入れ物に入っているこの水あの容器が黒なんで分かりにくいんですけど実はグリーンウォーター化してます。 まあ特に何もしてないんですけどあの自然発生したグリーンウォーターですね一番ナチュラルなやつですねでこんな感じでひしですくってあげてますちょっとあの写りが悪いんですけど綺麗な色してますちょっとスネール入っちゃってますけどこちらを隣の入れ物に移動して こんな感じで揚げてますほんと調子いいんですよねこれなんか今までで一番調子いいかもしれません期待してますで、こちらは今まで揚げてた粉餌ですね通常の餌をすり鉢で 細かく砕いてます。で今回ですね、あのこの室内でやってた入れ物を今日からも外に出します。そしてえっと先ほど見ていただいたグリーンウォーターでやっていこうかと思います。こちらみたいに、えー、そうですね生態が うまく育ってくれることを願ってます外飼育に切り替えますので、えー、水を足していきたいと思いますこの水はいつも組み置きしているものですので直接入れても問題はありませんやはり水量が多い方が水が安定しますので、えー、こうやって水を増やしています し水が終わりましたので次はグリーンウォーターを入れていきたいと思いますさっきよりも綺麗に写ってますねこれをここに入れておくと多分日に日に色が変わってくるかと思います ちょっと容器を並び替えてみましたこうやっておくと便利かなと思いますのでこちらが先週も言ってました、えー、超便利グッズのすだれ,です、ね、すだれは、えー、今からの季節大活躍してくれるますので是非準備された方がいいと思います。 この容器だと四つ並べてるとこんな感じで一枚で事足りますのですごく便利ですね。今日は暑いかなっていうときにはこういう風にしてですね。 真ん中だけ被せるようにしておくと、えー、日も当たりますし、えー、日陰に入ることもできますのでこういう使い方もできます突然映像変わりましたがこれは以前紹介してたひな、えー、が帰りました ヒナたちは元気に育ってまして日に日に大きくなるのがわかります。 ひなたちがですね、あっという間に大きくなり、えー、何羽かもうちっちゃい子が巣立っていったみたいです。残ってるのはこの子だけです。お父さんですかね。いつもこの電線で見張ってます。最後のひな鳥が巣立ちました。ちゃんと飛んでいけるか心配ですが。 なかなかこの場所から移動しませんでした後から覗いてみると飛んで行ってましたねちょっと寂しいですがうん嬉しいですでも寂しいですね <laughs> 元気にみんな育ってくれたんで本当嬉しかったですねいい経験になりました 空になっちゃった、えー、巣ですね本当ずっと見てきたんで寂しいですけどなんか嬉しかったですねこちらは先ほどの親鳥です夫婦で仲良くしてるところが見られましたんで撮ってみました